沖縄県民投票で犯罪多発、辺野古移設反対派が現在、沖縄県にて、辺野古の是非を問う、県民投票が行われておりますが、これに対し、このような、違法な看板や、上り旗が、沖縄県内に設置されており、行政が、 対策に乗り出していることが明らかになりました。こちら、電柱やガードレールに違法看板や上り旗が設置されてしまっているとなっているんですけども、こちらの写真は宮古島で撮影されたものであります。沖縄県民の皆様、沖縄に住む善良な国民の皆様は、辺野古反対派と呼ばれる犯罪集団に 屈することなくこういった犯罪行為を見かけた場合は直ちに通報していただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました